の YouTuber タマ様とブーちゃんです。はい、というわけで本日もやっていきましょう。50個あんで買える希望、希望で痩せました。サイドチェストみたいな。チェスト。はい、というわけでですね、本日もやっていきましょう。はい、はい、希望のワード、はい、今回はね、ちょっと難しいかもしれないですよ。ちょっと難しいかもしれない。本当ですか。はい、ちょっと難しいかもしれないと思っている。はい、本日のワード、嘘を許せたら楽になる。許してくれました。希望で痩せたって嘘です。いや、特にスルーしてる。あ、おっと。許すも何もする。いや、まあちょっと痩せたかもしれないけど。いや、なんかね、ホール業になってね、痩せたかもしれない。制服ピッチピチなんですよ。それもあるかもしれない。はい、うん。はい、というわけでね、嘘ってどう思います？いや、うん、嘘、まあ、ついていい嘘とついちゃダメでしょ、うん、それっていう嘘はあると思うんですよね、うん、今みたいにちょっとふざけてみんなが分かってくれる内容で嘘をつくんだったら、まあ、それが笑いに変わるのかなとは思いますけど、うん、もうね、まあ、これ撮影してるのはもうね、エブリルフール近かったんであれですけど、まあそうですね、はい。まあ、嘘にもルールっていうものはあると思うし、はい、なんかその生きていく上で一個も嘘つかないで生きていける人っていないと思うんですよね。うん、そうですね。なんでかっていうと、つきたくなくてもやっぱりなんていうか、例えばね、このまあね、こう A 君っていう子がいて、俺となんか A 君が仲良くなんか話してて、うんうん、で、いやちょっと実はこういうことがあるんだけど他の人に言わないでねって言われたら、うんうん、俺はそこのブーちゃんがか A 君のことを知ってても、うん、ね、言えないじゃないですか、うんうん、なんかそれはそれ言わないでねって言われたから、うんうん、口をされるから言えないなって、うんうん、でもそれは、ね、こういうこと知ってるって、例えば同じそのネタを振られたとしても、うん、そこはつくしかないですよ。いや、知らないなって、うんうん、俺聞いてないよって言うしかないじゃないですか。まあ、都合がやっぱりね、人間都合があるので、うん、まあ、大体そういう人って自分で言うんですよね。大体まあ俺に言うなって言ってたじゃん。なんで知ってんのなるけど、そう、まあ、そういうパターンもあるし、まあ、本当にいけない嘘っていうのはあると思うんですよね、うん、騙すっていうか、本当になんかその人を貶めようとか、うん、なんとかっていうものはなんか許せるかどうかというとまた別ですけど、うん、まあ、そうですね、うん、なんか許す許さないっていう話になると、やっぱりなんか許せるっていうのは、うん、解放だと思ってるんですよね、うんうん、例えばなんか部長に俺が何かされました、許せない許せないって思ってて、こうずっとこうそれを気持ちを自分が抱えてるっていうか、うんうん、そういうモヤモヤしたとかイライラしたものを抱えちゃってるっていうか、うん、ことだと思うんですよ。でそれをなんか手放した方が本当は楽じゃないですかって、うんうんうん、いや、みじゃんそんなのって、じゃあ例えば嫌なことされた、いやその人嫌です、じゃあ自分関わらなきゃいいだけですよねって思うだけなんですよ、うんうん、僕の中ではですね、うんうんうん、でその中でやっぱりなんかなんていうか、僕はこう関わっていく中でなんかそのつかざるを得ない嘘っていうのは全然別に、ああ俺知らなかったな、でもなんか多分知ってたな、こういうふうに、ね、言えなかったなって思うし、うんうん、だから何かしらの理由があったんだろうなって思うんですよ、うんうん、でそのなんかまあ、でもしその貶めようとか騙そうとか、うんうん、金取ってやろうみたいなやつは、うんうん、まあそれは、まあ、許すっていうか、ああなんかまあその人の弱さだなっていう、うんうん、そういうものっていうのはつかなきゃいけなかった、やらなきゃいけなかった、裏切らなきゃいけなかったっていうのは弱さだなと思うから、うんうん、まあいいやって、でも俺はもう関わらないっていう思ってるんですよ、うん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 、何てめえみたいなっていうことにはならないっていうか、うん、そこになんか使う労力も無駄だと思ってるので、うんうん、あえてね、そいつをぶん殴ったりとか、なんかそういうね、うわーってやるっていうのはなんかもう労力でしかないって思っちゃったから、うんうんうん、じゃあいいよって、そいつも自分から近づいてこないだろうし、うんうんうん、じゃあいいよって、さよならっていう、はい、でもなんかそれはある意味許せってないのかもしれないけど、俺の中でこうもう許すっていう、まあまあそれいいよって、いいよいいよってでも仲も関わらないでねっていうものなので、そういうふうに思ってた方が、いやあいつにこんなことされてたってずっと思ってるよりは、うん、なんか楽だと思うんですよね、うん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 、なんか自分がやっぱりなんかそのなんか逆に言うとイライラしたいために思い出してるみたいになってしまうじゃないですか、うんうんうん、いやあいつにはこんなことされてみたいな、うんうん、だから僕大体嫌いな人いますけど、まあ、まあぐーちゃんはね、なんか分かるかもしれないけど、うん、まあ言うけどってなんか話に出たら、あああいつねってなるけど、うん、基本無関心じゃないですか、うん、まあいいんじゃないめちゃいいんじゃないっていうかね、うん、まあそうだよねっていう、うん、でもそう思われるのって
すごく寂しいことじゃないですか、うんうん、人に、うん、ブーちゃん、あ、知らない、いいんじゃない、うんうんうん、寂しいですね、今本当に寂しいから落ちてるから知らないあいつなんて、うん、っていうのをでいいって思って生きてるんだろうなって思っちゃうから、うんうんうん、だからそういう嘘も別に許しちゃって、うん、なんか自分は楽になってるよっていう部分でストレスを抱えない方が楽だよっていう意味での嘘は許せば楽になるっていうですね、うんうんうん、いや絶対これを見てる人たちの中にもなんかすごいね、そういう人の嘘で傷ついたりとか嫌な思いしてる人はいっぱいいると思うんですけど、うん、プーちゃんもそういうなんか嘘をつかれて嫌だったね経験とかもあるとは思うんですよね、うんうんうん、まあそうですね、うん、まあでもどうしてもね、あの関わらなきゃいけないっていう人もいますからね、会社の上司とか、うんうん、あの後輩でもそうですし、うん、自分の、ね、同僚とか同期とかもいろいろ立場があるんであれですけども、やっぱりマイナスマイナスにしてこうしてこうっていう嘘は許せないし、うん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 、でもその人を擁護して自分も守られるしその人も守られるっていう嘘だったら、まあちょっとは、うん、トータルで幸せになれる嘘ならいいんじゃないかなとは思うんですよね、うんうんうん、だから本当になんかそのなんていうかな、まあいろんな人のいろんな考えがあるんで人を幸せにする嘘なんてないっていう人もいるし、うんうん、ね、いるんですけど、でもなんか俺はまあ必要悪っていうか、まあそのないとね、なんか成り立たないものっていうか、うんうん、絶対嘘をつかなきゃいけない場面とかも人間は生きていけばあると思うし、うんうん、なんですけど、そこにどういう気持ちがあるかだと思ってるんですよね、うんうん、だからその気持ち次第でやっぱり嘘っていうのを許せたり許せなかったりはすると思うんですけど、うんうん、それに悪意があったとしてもそれを、うん、なんかずっと自分がなんかその傷として持って根に持ってネチネチしてしまうよりは、うんうん、もうそんな手放しちゃった方がいいんじゃないって、うんうん、ちなみにあいつらって思えるぐらいでいいんじゃないって、うんうん、それも許せたっていうことなのかなって思うんですけど、そうですね、まあ、うん、ヒールがいないと正義が成り立たないです、うん、こう光が当たらないですからね、そうですね、うん、でも自分がヒールになろうヒールになろうってこうずっとマイナスマイナスにいくとまた落ち込んでっちゃうんで、そこはお互いこう持ち回ししながらね、その時の空気を読みながらね、うんうん、悪役が実はいい人だったっていうストーリーとかもありますからね、そうですね、うんうんうん、ぜひね、あのサンレッドっていうね、あのね漫画を読んでほしい、本当にあれはね面白いですよ、うん、悪役がめっちゃいい人みたいなで、まあ正義がねこう違うから戦争が起こる部分もありますからね、うん、そうですね、正義がね、そうそう、だからまあ正義っていうものをなんかもう絶対的に信じすぎて押し付けるのは正義じゃないと思っているので、うんうん、相手のことを考えてやれるのが正義だとは僕の中では思っているので、うんうんうん、まあその上でなんかこのねその嘘っていうのもなんかあのそういうところに執着せずなんかこう解放して許せた方が自分も楽になりますっていう、うんうんうん、なんかそこになんかずっと濁ったものでこうわーって停滞するよりは、うん、解き放った方が多分僕は ね、うん、そうですね楽になれると思うので、うん、まあ嘘もね、やっぱりなんか例えば信用してる人に嘘をつかれたって時はなんかえって疑いたくなっちゃうけど、でも何かしらの理由があったのかもなっていう疑いもね、うん、まあそうですね、うんうん、今は僕に言えない、私に言えない何かがあったんだなって思えた方が、うん、多分楽だかなって思うんですよね、うんうん、で、その時は来たら多分言ってくれると思うしっていうことを信じた方が俺は気持ち的に楽なのかなって、うんうんうん、思います。そうですね。もう嘘つきのやつはもう嘘つきってみんな言われてますから。大体自分で信用を落としてるんで、うん、うん、友達いないでしょうし、その都度その都度で、ね。そうですね。うん、まあそういう感じだと思います。はい。はい、なのでね、楽になりましょう皆さんでね、はい。はい。というわけで本日もね、気に入ったらもしよかったらね、あの50個に変える希望よろしくお願いします。いはい。そしてこの動画が気に入ったら高評価、グッドボタン、もしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。両方でもいいんだよそれでは今日も以上、次の YouTuber たま様とブーちゃんでした。したっけ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。